まずは皆様ご挨拶の方いただければと思いますそれでは小賀さんお願いしますはい篠宮かぐや役小賀葵です、えー、今日は皆さんお越しいただきありがとうございます今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますそして古川さんお願いしますはい白金美雪役の古川誠です本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします小原さんお願いします はい皆様こんにちは藤原千佳を演じてます小原好みです今日は見ていただいたということでいろいろお話ししていけたらいいなと思います楽しい時間にしましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそして鈴木さんお願いしますはい石上優の声を担当しております鈴木亮太です、えー、こうして皆さんと一緒にこの公開初日を迎えることができて同じ時間を共有することができてすごく嬉しいです今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします さあそして富田さんお願いしますはい皆さんこんにちは飯野美子役の富田美優です本日は皆さんと共に初日迎えられてとっても嬉しいです短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあということでこちら5名の役者さんに来ていただきましたがまだ空席の方がございますねということで、えー、この方々もお招きしましょう主題歌を担当されました鈴木正之さん高木レニさんです よろしくお願いしますそれではこちらまずマーチンさんからご挨拶の方いただいてもよろしいでしょうか、えー、アニソン界永遠の大型新人鈴木まさゆきですよろしくお願いします、えー、第一期二期三期に、えー、続きましてこの特別上映でも、えー、主題歌を担当させていただくことになって本当に感謝しています、えー、ラブイズショーとても素敵な作品なんで ストーリーとともに楽しんでいただければそんな思いで歌わせていただきました今日はどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ続いて高木さんお願いしますはい皆さんこんにちは桃色クローバー Z の高木レニです、えー、今回は公開初日ということであの素敵なね皆様と一緒にこうして舞台に立てて あの素敵な、ね、作品に関われたことすごく嬉しく思います今日は短い時間ですが皆さんよろしくお願いしますよろししくお願いしますさあそれでは、えー、皆さん揃いましたので、えー、こちらご着席くださいはい、はい、さあ座っていただいてまあ本当に今見終わった皆さんですから多分もうめちゃくちゃいろいろ聞きたいしめちゃくちゃね この拍手などでねえよかったという気持ち伝えたいと思うんですけれども本日より公開されたこちらなんですけどもまあこの舞台挨拶をご覧いただいている皆様は既にね先ほども言いました本編ご視聴済みですけどもこちらレポート記事などが配信されますのでネタバレだけ。 気をつけていただきながらお話ししていただければと思いますはいではちょっといろいろお聞きしていきたいんですけどまず公開初日を迎えました、えー、小賀さん今のお気持ち率直な言葉でいただければと思いますはいいやもうとにかく今日が迎えられたのがすごくとにかく嬉しいという感情とあとはやっぱり あの3期が終わってからこの特別上映が始まるまですごくあのスパンが短くってだったので本当にあのここにあの間に合わせてくださったスタッフの皆さんたちにも本当に、そしてあのこうして楽しみにあの見てくださるあの待っていてくださった皆さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです本当にありがとうございますいや本当ですよね、もう感謝の気持ちでいっぱいということで。 ささあ古川さんいいかがでしょうはい、あの3期終了直後に新作エピソードを作っているという、うんえー、制作決定というお知らせをさせていただいて、はいでまあ、それがこの「えー、っとファスキーザキス」の終わらないだったんですけれども、まあ、冬の話になるので、うん、それをあの同じ時期に。 リンクさせてこうして皆さんに見ていただけることが非常に嬉しかったですしやっぱりその時の反響というのもものすごく大きかったので今こうして見てくださっている皆さんそしてライブビューイングでね楽しんでくださっている皆さんたくさんいるんですけれども多くの人たちがあの楽しんでくれるといいなという気持ちで今この日を迎えておりますありがとうございますいやそうですよね本当にもうたくさんの方々が今感動してる中でこうやってねお話聞いてると思いますけれどもさあ小原さんいかがでしょうか そうですねまずは率直に嬉しいという、うん、役者もそうですしあとはあの応援してくださる皆様も続きが見たかったでしょうからあのとても同じ気持ちを今共有できてるんじゃないかなって思うのとあの第1期が2019年放送なんですがその時も先行上映会とかで確か「バルトナイン」かな、うん、にお邪魔したのか。なんんんんんかどんどんどんど,んどんこう か具屋様が大きくなっていくなっていうのを今改めてあの客席の皆様もそうですし、うん、あとは記者の皆様もそうですしなんかこうひしひしと今すごく感じているなっていう気持ちでいっぱいです、うん、そうですよねマスコミさんの数ももうとんでもない数で、はい、最初の選考上映会普通にあじゃあみんなで写真撮ろうねって言ってなんか普通になんか写真撮影とかしてたぐらい、はい、なんかアットホームだったんですけどだん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 ,だん,なんかこう家具屋様のか具屋様ワールドが広がっていっているんです、ね、もう多分。 好きな方の分母がどんどん増えていったなという気がしますね,ね素晴らしいそのね、えー、一期二期三期の成果だと思いますけれどもさあそれではリオタさんはいすいません、はい、急に下の名前で <laughs> ちょっとあのリオタさんからリオタさんでまず初めてな気がしますちょっとあのはい舞台上に今鈴木さんが二人いるのそうですよね、えー、はいリオタさんはい毎度のことでございますけど、はい、あのやっぱり、えー、一期二期三期ってずっと続きがあるかどうかわからない中、えー、やってきてそれでも 原作は、えー、だいぶ先の方まで話が進んでいるってことでやっぱりこの「今回『ファーストキスは終わらない、えー』に収録されるであろう原作部分っていうのは、えー、前々から読んではいてじゃあ3期が終わってさらにこう映像化するっていう話になった時にどのような形で、えー、物語を展開するんだろう。 テレビはア,アニメでやるのかなっていう、えー、感覚の中で、えー、聞いた話はこうやって、えー、劇場での特別上映をするっていう形で,でやっぱその話を聞いた時にあもうこれは劇場でこの季節に、えー、自分の何でもいい好きな人 えー、それは親愛でもいいし、えー、そういう好きな人と一緒にこの作品を劇場で共有できるっていうことがすごく素晴らしいことだなと思ってなのでこうやって、えー、皆さんと同じ時間を共有できるのはすごく嬉しいなという気持ちですね。うん、確かにに、はい、そううですよね本当にやっっぱ時期がったしっていうのは 見てる側からもやっぱすごくね世界に入りやすいなという部分もありますけれども、ねはい、さあそれでは富田さんいかがでしょうか、はい、そうですね私も本当に今回の特別編が決まったことがすごく率直にやっぱり嬉しい気持ちがあってでミコ的には2期の途中から参加だったので3期のアフレコをこう終えるときに。 正直こう演じ足りないというかまだまだこの子を演じていたいな終わってしまうのが寂しいなっていう気持ちは少なからずあったのでこうやって本当に3期が終わってからすぐのタイミングで特別演作っていただいてすごいやっぱりあまた演じられるんだこの子っていう気持ちが嬉しかったですしあの皆さんも言ってる通り今回この冬の。 お話ででかつこの冬のクリスマスシーズンにあの特別上映っていうすごくこう。粋な計らいをしていただいてるなっていう感じもするので、私もすごくこの会場の皆さんと、そしてライブビューイングで見てらっしゃる皆さんと、そしてキャストの皆さんとこう冬クリスマスシーズンをこう共に過ごすことができて、すごく嬉しいなという気持ちです。うん、なるほど。いやでもそうですよね。本当にマジで3期からの速さがね。もうとにかくこっちも嬉しいっていうのはありますから。はい ではちょっとマーチンさんにもお話聞いてもいいでしょうかいかがでしょうかこちら特別上映公開になりましたそうですね3期まで来た時にねウルトラロマンティックじゃないですかですからウルトラでしょウルトラですここからどこまで行くんだろうウルトラまで行っちゃってますから今回お話いただいてファーストキスは終わらないですよ。 あのねあやっぱりラブソングだなっていうそのなんか原点回帰というかなんかそんな思いにもさせられましたし、はい、僕らはあの一応あのオープニングの主題歌ということで毎回毎回、まあ、ストーリーのまず最初に、えー、みんなに音楽でどう,こうアプローチできるかっていうことをいつもこう考えている中で、うん、今回が一番、うん まあ、それぞれいつも思い出を持たせてもらって歌ってますけども一番なんかこのストーリーとリンクしている作品に「<ー>えー、このラブイズショ o という楽曲がなったんじゃないかなっていう思いとともに12月は,やはりクリスマスシーズンですからね、はい、そういう意味での家具屋様ファンの人たちに対するプレゼントになれば嬉しいなっていうそんな思いでいますね。 いや当然皆さんにプレゼントなってますよね、本当にやっぱり素晴らしいリンクといいますかもうねマーチンさんといえば、もうかぐや様かぐや様といえばマーチンさんといっても過言じゃないぐらい。ありがとうございます 1> 1番かららししていいや素晴らしいさあそして高木さん、いかかがででしょうかそうそすねやっぱりこの作品がもたらす影響力のすごさを改めて感じましたやっぱり、ことあるごとにこうツイッターでもトレンドに入ってるじゃないですか <はい S 2> で日本だけではなくて海外の方からの反響もやっぱり今回もものすごくてあのその作品自体も今回もかぐや様の。 可愛らしさだったり切なさだったりちょっと刺激的なシーンにも私もすごく心を打たれたなと思いますしそんな中で自分の声があのオープニングテーマとして載っているというのがいまだにちょっと信じられないといいますか、うん、でもすごく嬉しいなと思いますしこの作品もたくさんの方にきっとこれからもずっとずっと愛され続けるんだろうなと思っています。よねいや好きな作品と、ね、自分ののオープニングの <声>うん、これねここのそれマリアージュと言いますかそそれこそ、はい、なかなかね信じ,な信じられないだろうなと思いますけども、はい、さあ本当にそれぞれの思いで本日のね初日を迎えたわけですけれどもじゃあちょっとキャストの皆さんに聞いていきたいんですけどもどうでしょうここに注目してほしいみたいなポイントがもしあったら教えていただきたいんですけどどううでしょう古川さん。はい<お>、まあ、やっぱり えーっとそうですね全部注目はしていただきたいなと思うんですけれども、はいまあ、テーマの1つとしてかぐやと白金がウルトラロマンティックの後どういうふうに自分たちの、あのー、立ち位置を見つけていくのかというところが本作のテーマだったりとかもするので、はいまあ、それが描かれた、えー、劇場公開作品になっているんじゃないかなという,ふうに思っております。そそしててれがクリスマスマの話っていう部分で そのクリスマスに、まあ、各々の、その。過ごしている描写みたいな感じが出てきたりするんですけど、はい。なんていうか、そういったところも、まあ、さっき言ったことと被るんですけれども。こういうクリスマスがあるんだなっていう部分でね、なんか、皆さんに楽しんでいただきつつ、注目していただけたらいいなとい、うん。なるほど。過ごし方を一つ見ながら、というような。はい、ありがとうございます。さあ、それでは、小原さん、いかがでしょう。なんでしたっけ。 バカなんですか <laughs> バカって注目してほしいところ初日にバカっていやそれバカなんですかって思うでしょ、ね、だって質問忘れてんだから今,今,今ちょっと聞き入ってしまってこうだったらもう3年4年 ぐらいこのメンバーで続けているので確かに去年も何だったらクリスマスはかぐやメンバーで過ごしているんですよラジオの収録のな形かだからあ中の人としても思い出がすごく濃くなっているなって思ったら、うん、振られる内容を忘れてしまいましてあすみません、急にバカとか言って申し訳ないいす, <laughs> すみません内容としてはそうですね、うん,うーん見どころ。 たくさんありすぎてただでもやっぱ3期まで駆け抜けてきたからこその、うん、あの役者がここまでキャラを引き立てられるんだぞっていうなんか本気度がこの数十分の中にぎゅって詰まっているなって。うんうん、もちろんあののメインはこの 2人かぐやと会長のお話ではあるんでですけど、はい、でもその他のメンバーも大事だよねっていう、うん、ちゃんとそういうところも書いてくださるところが、まあ、絶妙になっていてさすが赤坂先生だなって、うん、こう改めて見終わった時にあ赤坂先生ってすごいんだなって思えるっていうところがポイントなのかなって思いました、うん、確かに、まあ、原作でもあそこまで3期で盛り上がるような内容からもう一度うしっかりこのメンバーで。 全員を立たせながらの、はい、あ内容っていうところですもんね、はい、なるほどありがとうございます、はい、はい。じゃあちょっと続いて良太さんいかがでしょうかはい、えー、翼と柏木のクリスマスの過ごし方ですかね <laughs> <laughs> あのさ、はい、<laughs> いやドキッとしたよあれマジで <laughs> <laughs> いいやいや,いやまあ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 ,まあ、まあ、それはそれでですけども、まあはい、すごい気になる方たくさんいらっしゃると思うんでね、はい、これ方もね「かぐやさま」あのー、様という作品においてはこの、えー、1期から2期2期から3期そして特別上映と副題がどんどん変わっていっている、うんえー、作品なんですけれどもそのクールごとにすごくその副題に意味が、えー、込められてるなと思っていて。うん 2期の頃はあの天才たちの恋愛頭脳戦に斜線が引かれてハテナがつくっていうのも,もう本当に、ね、恋愛にうつつを抜かした2人の、えー、展開っていうのがすごくぴったりだったし、うん、そして3期になったらウルトラロマンティックというもう間違いない展開を迎えましたけれども今回はやっぱり「ファーストキスは終わらない」っていうのがもうすごくもうすまさにその通りだなっていう、えー、副題の込められ方テーマとして強く思いが込められているなと思って。あのこれをその 制作段階のその会議の段階でじゃあファーストキスは終わらないにしようっておっしゃった方が本当にすごいなっていう思いでいますねなのでなとにかくこの副題にすべてが込められているというようなことを言わせていただきたいなと思います確かにもうそれをあの回収した瞬間がやっぱりめちゃくちゃ気持ちいいっていうのはありますよね、はい、なるほどありがとうございますさあそれではこちら富田さん いかがででしょう、はい、そうそすねもちろん全部見どころではあるんですけど、はい、あの先日試写で見させていただいた時に多分これはあの対恋人であれ、うん、あのまあ、家族であれ大切な人をぜひ思い浮かべながら皆さん見ていただきたい作品だなっていうのは確実に思ったことで、うん、あのやっぱり恋の話。 なので恋愛模様がかなり今回の特別上映でも描かれているんですけどなんか改めて恋愛って何だろうなってアフレコの時に私自身も皆さんと一緒になって考えたりとか考えさせられたりとかもしたので、はい、あの先ほども言いましたがぜひ大切な人と見ていただけたらいろいろ考えるところがある映画なのではないかな映画じゃないや特別上映、うん、なのではないかなっていうふうに思いますしあのその恋愛っていうものの 綺麗なところだけではないすごくなんか人間の深いところまですごく描かれてる今作になっていると思うのでぜひ見終わった後表情筋くちゃくちゃにして帰っていただきたいなって思いますわ、うん、かりますなんか愛っていうその恋人同士の愛も家族愛もいろんな愛があるしその愛の中でも性の感情負の感情っていうのが今回の作品に全部詰められてるっていうのはなんかすごくわかります、はい はい、ありがとうございます。さあ、それでは小賀さん、いかがでしょうか。はいえっと、はい、<laughs> 小賀さんも忘れちゃったのかな。覚えております、はい。あ、大丈夫です。そうですよね。はい、見どころです。<laughs> えっと、そうですね。あの、皆さんが、あのおっしゃってくださった。ところも、本当にもう、あの、見どころだと思いますし。はい、ぜひ見ていただきたいポイントでは。ポイントでございます。そして、そうですね。あの、今回の。 この特別上映ではうんなんか幸せの価値観というか、はい、そういうものがすごくこうあこれもありだよねとか、うん、あのキラキラしたものだけがあの幸せじゃないというか、うん、それだけじゃなくて日常にもいっぱいあふれてるんだよっていうのを すごく教えてもらえるようなところもあったりするなと思いましてなのでなんかそういうなんかこう日々生きていたりするとこう忙しかったりいっぱいいっぱいになってしまったりすることとかってあると思うんですけどそういう時ってなかなかそういうその日常にある小さな幸せとかをこう取り逃してしまうというか、あ。のー あるはずなのにあの見失ってしまうこととかってたくさんあるかもしれないんですけどこの,あの特別上映を見て改めてこうふとあの自分のなんだろう今まで過ごしている何気ない日常とかでもなんか小さな幸せを見つけていただけるところがあるんじゃないかなと思いました。確かに見て幸せにもなりますし見たことによってこれからの生き方で幸せの見つけ方が少し広がるようなうん、うん、そんなニュアンスかなと思いますけども。はい そうですね、もちろんですあ、合ってます あ,ありがとうございますやったたた <laughs> 正解いただきましたありがそうですよねいやいやほんキャストさんの見どころまあね本日見られた方もこれ何度でもね改めて見ることはできますのでぜひこちら聞いた見どころもチェックしながら改めて見ていただきたいなと思うんですけれどもでは先ほどもマーチンさんもね少し言われてましたこちら主題歌「ラブ・イズ・ショー」についてちょっとお伺いしていきたいんですけどもどうでしょうまあアニメ主題歌4作連続で。 引き受けていただきましてこちら、えー、4作目の主題歌が決まった時のお気持ちっていうのを3期まであの手がけている時にも言わせていただいたんですけども, 1>,、はい、もう1期から3期まで連続であの主題歌を歌わせていただけるこれもう本当にもうギネス級の。 あの快挙なんじゃないかというそんな思いでですねえとても大切にこう歌わせていただいてまあ先ほども言いましたけどもウルトラですからロマンティックまで行っちゃいましたからいやこれはもう本当に自分にとってもまあ僕あのまあ40年以上になるあの音楽の歴史の中でかけがえのないマイルストーンになっ,てなったんだなっていうそんな思いの中からのまたあの。た。 だからそういう意味ではねもう完璧に僕はこの「かぐや様チーム」の歌う広告塔だと広告、ね、そういう思いで、はい、まあ僕が歌うことによって何かそこの、まあ、今回それぞれ一期からあの、まあ、僕にとってかけがえのないパートナーたちがいつも一緒にいてくれて今回はレニーが ニューパーーパトナーですけどもね、はい、それぞれみんな個性のある子たちと一緒に歌うことによって鹿屋ああ様の,このストーリーの中での,その恋愛模様みたいなものを音楽でどうアピールできるかと、うん、いつもこう考えながら作品を制作している中で、はい、今回、レニーと一緒にやることによって、はい、今回のストーリーを見せさせていただいて。 一番面白くてなんか可愛くてそして感動できるストーリーだなっていうふうにちょっと僕の中でちょっと思えて、うん、その中での「ラブ・イズ・ショーですからどう愛をみんなに見せられるかとかそういうことを含めてこのまさにタイトルにふさわしい作品に。 町津さ,ううさんの思いがもうしっかりと入っているということで、はいはい、では今回ちょっと高木さんこちらねマーチンさんとデュエットという形でございますけど、はい、どうでしたかこちらデュエットということで。やっぱりこう先ほども言いましたがいまだに信じられないっていう気持ちと勝手に鈴木さんの横にいる方はその 必ず100%の色気がないと横には立てないっていう規定があるんじゃないかってずっとどんんな規定を作ってるんですか<笑><笑>私、個人的に思ってたんですけど、はい、でも、やっぱり皆さんご存知の通りももクロって色気のかけらもないじゃないですか特に私がそうなんですけど<ー>か大丈夫なのかな本当に人生ミスなのではないかとか、うん、本当に私で大丈夫かなって。やっぱり 作品自体もすごいですし、うん、いいのかなっていう不安な気持ちはもちろんあったんですけど私なりの愛の形を表現できたかなって思いますし、うん、色気の部分ではその MV 撮影の時もそうですけど鈴木さんが本当に全力で引っ張ってくださったので、うん、とても楽しい撮影になりましたしこの作品とのマッチの仕方もすごく、うん。 個人的に気に入ってますしあの MV でも可愛らしい振り付けだったりセクシーな振り付けたくさん詰まって皆さんも真似しやすいと思うので、うん、そちらの方もぜひよろしくお願いしますありがとうございますそう言われたらねもう当然ねえみ、えー、たいですしどういやそのいセクシーですよ本当ですかはい。ねえ <laughs> 無理やり言わせるっていやいやいや,いや当然 でもまあ、まあお二人が合わさることによってより、ね、またセクシーさも、ねうん、色気もっていうことだと思うんです,けどです、ね、本当に鈴木さんにたくさん学ぶことがあったので、うんはい、勉強になりりまました、はい、ありがとうございます、まあ、素晴らしいデュエットで、はい、オープニングだったわけでございますけれども、えー、かぐや様、ま、海外の大手評価サイトでもこちらトップの評価を。 えー、記録しておりまして先日はニューヨークでワールドプレミアも開催されました海外での人気、えー、肌で感じられたと思いますけれどもこちら古賀さんいかかがだったでしょうか、はい、いや本当にすごくって、あのー、あの世界中に「あのー、かぐや様」という作品を愛してくださっている方がいるっていうのはもちろん分かってはいたんですけど、はい、こう実際にこう対面して、あのー、お会いする機会っていうのが初めて だっあそう今年アメリカに2回行かせていただきましてアニメのイベントに出させていただいたんですけど本当に熱量がすごくってもうステージに上がった瞬間からもうふわーって迎えてくださいまして,て、うん、あこんなにたくさんの人たちが愛してくれてるんだっていうのを感じましたしあのニューヨークでのワールドプレミアではあのー。 皆さんすごく反応が一緒にあの、えー、と特別上映の、えー、と前半の部分というか、うん、少しだけこう一緒に見たんですけど、はい、すごく、あのー、すごい笑ってくれたり応援してくれてたりとかすごく表にこう、うん、わーっと感情を出しながら見てくださって、はい、すごく嬉しかったなーっ っていうのがありましたし、なんかすすごかったです。<laughs> とにかく <laughs> かった。すごいのはもうずっとはいずっと言われてます。はい、でも本当になんていうんでしょう,うなんか。でもその熱量ですよね。<laughs> はい、多分海外の方は思いっきり出していただける方が多いっていうのもあって。はいはい、そうですね。私、ね、あのえっとなんだろう文化祭とかっていうのが、はい、あの。 向こうアメリカだとないのかなそうか、はい、ないい文化にななるのはんですけどでもそういう文化祭っていう、うん、あの日本のねあの日本だともうみんなが知ってるみんなが経験したことあるようなことだと思うんですけどそういうのとかもすごい受け入れてくれたりしてて、うん、なんかそういうふうにこの作品を通して日本の文化とか、はい、そういうのを受け入れてくれてるんだなと思うとすごくまた嬉しかったですね。確かにねね、はい、それでで日本のここととを知っってていいただけるってことですもん,、ねうん,うんうん、はいはい これどううでしょう主題歌も海外で人気ということなんですけどマーチンさん、これ、はい、海外の反応改めていかがでしょういや本当にあの MV なんかでも,その、まあ、もう全世界の人たちが例えばその MV を見たりとか、はい、も,うもちろん、さ様のストーリーも含めてですけどもでそんな中で主題歌で。 みんなそれぞれの国の方がサングラスをして歌ってくれたりとかね振り付けまでつ、えー、ちゃんとつけてマーチンさんになってそれぞれいろんな国の方々がいろんな感じで <laughs> もうでも大体似てるんですよ。 <laughs> <laughs> 鈴木正之でこんなやつがいるんだなって多分ね <laughs> いろろんなところに全世界の方々が思ってくれていてそれがものすごい愛情を感じますし、はいまあ、僕はやっぱり先ほどから言っいうように、はいえー、歌でこの作品をみんなに届けたいっていう思いがまずあるっていうところの立ち位置からするとねそれが本当に実ってきている、まあ、こう今みたいなこういう、まあ、配信とか デジタルな世の中ですからね、はい、え本当に素直に秒数で全世界に伝わっていく、うんです、だからこそ余計になんか丁寧に作らなきゃいけないこともあるだろうし、うん、その中でやっぱりアナログ的なやっぱり心の人間模様みたいなものを、この作品はいつでもなんか届けている、それに対する音楽という形でね、うん、えバックアップ。 てそうですよ、ね、つながってるそしてまあ心でもつながってるっていうことですから、うん、いや素晴らしい反応が、ね、たくさんあると思うんですけれどもじゃあちょっとあこちらあお聞きしたいんですけども今回の「ファーストキッス」は終わらないクリスマスが舞台となってますけれども、えー、皆様の理想のクリスマスの過ごし方ちょっとねお聞きしていきたいなと思うんですけどもどうでしょう高木さんいかがでしょう そうですね私はあまり、あのー、お家にいるお家でこうじっとしてるってことができないので、はい、なので、やっぱりクリスマスはかぐや様を見て劇場で、はい、からの私たちももいろクローバー Z もクリスマスの24日と25日にライブがあるんですがライブがあるんですそこに皆さん興味を持った方は来てそちらにも足を運んでいただけたら。 理想のクリスマスになるんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください。まさかの告知が入るとぐや下様にあやかっちゃいました。そうですね。影響力にあやかっちゃいました。いいですね。か格下様見た後とね、ライブでもということですけれども、足を運んでみてください。いいですね。ライブで過ごすとか、ね、やっぱ過ごし方は家か外かみたいなことになってくると思う。皆さんいかがでしょうか。どうですか。あ、涼太様。 そうっすね <laughs>、あのー、学生時代は本当に部活ばっかりやってたんで、はい、もう本当部活の日あんまりクリスマスと関係ないみたいな感じだったんで、うんうん、なんか結構そのアニメ作品とか色々学園もの,のとか見てるとやっぱ、えーまあ、別に男,男同士でもいいし女同士でもいいし男女でもいいし、うん、なんか普通にそのクリスマスをプレゼント交換誰かの家に集まってプレゼント交換するっていうその当たり前みたいなのをやったことが。うん 実はなかったりするんで普通になんか友達同士でクリスマスプレゼント交換し合うっていう普通のことをやってみたいなって思いますねいいですねなかなか機会ないですよねプレゼント交換って確かに意外とないですねなんか特番とかそういう時はやるかもですけどもねあーいいですねそうかじゃあそれこそこのメンバーで集まってねプレゼント交換とかもいいんじゃないですかそうですねあ、なんかえでもそれこそ去年のクリスマスはあかぐやの特番やった時に プレゼント交換あ、しましたかやりましたプレゼント交換ってじゃないやなんかその、僕の誕生日が少し近かったんで集中攻撃みたいなみんなで鈴木くプレゼント選んで酒遅れ T シャツだの酒遅れ T シャツ入れ墨インナーだのなんだろみ犬ぬいぐるみ絵本絵本を皆さんがいただいていいですね今でも家にしっかり大事にああ、いいじゃないもちろんもちろん着てはないんだ <laughs> 古川さん古川さんなかなか,なかなか着ないよなかなかねもしかしたらまあ今日インナーで着てるかもしれないですけどインナーでね着ないですよなんでスーツの下にインナーで着てるんです <laughs> そうですよねまあまあ確かに楽しいですよねう <ん S 2> どうでしょう女性陣 <うん S 2> いやそれこそなんだなんでしょうあのやっぱクリスマスさ先ほど申し上げたんですけど <うん S 2> あのクリスマスとかなんかこう イベントみたいな時ってやっぱ家具屋様働ってあるので,、うん、でそれこそこうプライベートであの、まあ、5人もしくは他にも家具屋様メンバーっているのでのメンバーで遊びに行くってめったないんですよ。うん、であったとしたら、まあ、こういうご時世になる前だったので、はい、まあここにいるメンバーのこの5人っていうんだったらどこ行っても楽しいんじゃないかなって思いますね。最強 最強だと思いますよなんか遊園地行ってもなんか横浜とか行ってもなんかもうどんちゃん騒ぎするんだろうなこの五人ってそんなうるさくないでしょいやいやいや言うてそんなうるさくないうるさいというかワイワイ常識の範囲を守ってどんちゃんしてるもちろんそれはそうで G ソーダみたいなやつね楽しいっていうことが前提のね騒ぎ方まあまあそう楽しいポイントが分かってるメンバーですから付き合いも長いということですからね これ逆にマーチンさんの理想のクリスマスって、はい、どんな過ごし方になるんで子か。あのーまあ子供の頃は本当にサンタのおじさんはいるとかね信じていたそんな子供の淡い思い出とか、はい、そういうものがあったりしましたけど今はやはりレニじゃないですけども12月のこのクリスマスシーズン私ディナーーショーとかですね <laughs> ちょっと割っ, <laughs> っ,ってくださいよ、そんなことある。えーあのー、通常は ホテルでのショーステージ、まあディナーショーです。僕の場合あのプライベートホテルツアーと呼んでるんですけど、プライベートでまあそこでいわゆるラブソングというあのプレゼントを届けるサンタクロースと、いうなるほど。その立ち位置でずっともうここもう2、30年やらさせていただいてます。ですからやっぱりこの時期っていうのは本当にラブソングが似合う。 季節でもありますしね,そ,すねそれでいて今回のこの関係者様小倉さんへのファーストキスは終わらないのをなんかみんなが見ていただけたらこれほどのやはりプレゼントはないんじゃないかなという気になりますよね、うん、なるほどありがとうございます、えー、素晴らしい過ごし方を提案いただきました ぜひ皆さんもクリスマスね、えー、先ほども皆さんも言われてた大切な人とね、えー、ぜひ映画こちらの映画館の方に来ていただけたらなと思います。 さあ、えー、こちらあ本日だけではございますん、えー、この後も舞台挨拶は続いていきますので、えー、スケジュールの方はぜひ公式サイトをご確認ください、えー、そして Spotify では本日よりオリジナルオーディオドラマが配信開始となりますこちらもぜひお楽しみくださいはいということで皆さん早いものでそろそろお時間と。 といいうことでございますさあ最後にご登壇の皆様より簡単に一言ずつご挨拶をいただきたく、はい、それでは皆さんご起立いただいてもよろしいでしょうかさあそれではまずマーチンさんからお願いします。えまあ今回も、えー、主題歌を担当させていただいて。 本当に今年のクリスマスみんなにとっての素敵な思い出に残るようなその作品に携わらせていただいて本当に感謝していますこれからも丁寧にかけさまを届けていければそんな思いでいます今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたでは高木さんお願いしますはいこの作品にはこう 初めて関わらせていただいたんですけど本当に嬉しく思いますしちょっと早いですけど私,の中に私にとっても素敵なリクリスマスプレゼントをいただいたなと思っております、今年もまだまだもうちょっとですが皆さん、体に気をつけてたくさんかぐや様の世界を味わってください。今日はあありりががととううごござざいいままししたた さあそれではキャストの皆さんまずは富田さんお願いしますはい改めまして飯野美子役の富田美優です今日は皆さん短い時間でしたがありがとうございましたあのー、思い返すと今年2022年は本当に年始からまあ、年末までかぐや様に溢れた1年だったなっていう風にさっきふと思いましてやっぱりこうやってかぐや様を背負って皆さんの前に立ったりとか 今この場に登壇している皆さんと一緒にこう日々過ごしているのがあなんだか幸せだな自分って最近すごく思うことが多いのであのもうちょっとで今年も終わりますがぜひ、かぐや様見ていただいて皆さんも素敵な年末を過ごしていただけたらと思っております。本日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた では、りょさんお願いしますはい、えー、短い時間でしたけれども、えー、ご来場の皆様、そしてライブビューイングでご覧の皆様も本当にありがとうございますあのー、やっぱりこの、えー、ファーストキスは終わらないっていうのは 決して劇場版ではないんだよっていうのをすごく口酸っぱく注意を受けながらそう特別上映これは特別上映なんだっていうのを思いながら今日まで今日を迎えたんですけれどもでもあの僕もあの先行上映の試写会の方を見させていただいて皆さんと同じようにこういう大きなスクリーンで。 今回の作品を見た時に劇場版じゃないけどでもクオリティは間違いなく劇場版だったなっていう,いうふうに思いましてそれくらいそのアニメーターさんの方々の力の入れ方っていうのをすごく感じましたし、えー、我々キャストの、えー、演技もかなりさらにブラッシュアップされて。えー 全てを込めているなという思いも感じましたし、そしてなんといっても主題歌の「ラブ・イズ・ショーも素晴らしいものになっていたということで,です、ね、本当に間違いなく全てが、えー、うまくかみ合って最高の作品ができたんじゃないかなと思いますので、えー、今日だけでなく繰り返したくさん見ていただけたら本当に嬉しいなと思いままます本日ははあありりががととううごござざいいいしししたたそれでは小原さんお願いします。 はい、今日はお越しくださいまして本当にありがとうございます。ライブビューイングで見てくださってる皆様もありがとうございます。今日改めてこうやって登壇してみんなのお話を伺っていく中で、あのー、まあ。 表現っってて世界共通ななんだなって思いましたアニメドラマとかあとは音楽もそうですね全てあの言語は違えどやっぱ伝わるんだなっていうことをで、しかも座長である小顔葵ちゃんがそれを2度あのアメリカに行って体感してきたんだなっていろいろ裏で感想とかも聞いたんですけどとっても嬉しそうにしていてなんか私たちもそれを聞くだけで嬉しいしいろんな方々にお礼を伝えたいなって思いました。これからあのそうですね特別 上映ということで今皆さんに見ていただいたわけなんですけれどもまだまだかぐや様って続いていきますので引き続きあの原作の方そしてアニメの方を愛していただけたら嬉しいなと思います今日はありがとうございましたありがとうございましたでは古川さんお願いしますはい改めまして白金みゆき役の古川誠です えと本当に多くの人々皆様から愛された作品になったなというふうに思っておりますそうでなければこういった機会を設けてくださることもありませんでしたしここまでこのシリーズがアニメーションとして続くこともありませんでした本当に、えー、とその点は心から感謝したいなと思うとともにです、ねえー、今回、本当に素晴らしい、えー、2時間弱1時間弱1時間強化の作品になっております、えー、テーマとしてはありふれたものになっておりますが メンズとレディースでちょっと捉え方が違う作品にもなるのかなというふうにも思ってまして男心と女心とそういったものが複雑に絡み合いながらですね一つのこう結論にえ徐々に徐々に近づいていくというようなところがたっぷりと詰まりつつコメディーもあるような作品になっております何度見ても面白い作品になっておりますのでぜひぜひ飽きるまで飽きても見てください。 <laughs> でも飽きても <laughs> 飽きても見てください。バ <laughs> イブルにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後小賀さんお願いします。はい。えー、改めまして篠宮かぐや役の小賀葵です。えー、今日は初日ということで、あの皆さんお越しいただき本当にありがとうございます。えー、皆さんと。 えとこの舞台挨拶で一緒に過ごせたことそしてライブビューイングであのしっかり見てくださった皆さん、えー、そしてここに登壇してくださっている皆さんとですね同じ時間を共にできたことが本当に本当に嬉しく思っておりますで、えー、そうですねあのー、皆さんもおっしゃっておりましたけれども何度も何度も見てほしい作品でございますしあのー、この 特別上映でこの大きいスクリーンで「かぐや様を告らせたい」っていう作品を見ることができるんだっていうのが本当にあの一期からあのずっと、えー、経てや,やっとというかすごくこういろんな人の夢がかなったん瞬間でもあるんだなと思うとすごくあの感慨深いなと思ったりもしますしあとえっ、ー、とオープニングも。 エンディングも,もう、最初から最後までしっかり見てほしいんですけど、あのぜひですねあの。もう一度、もう二、三度、また三四、五とあの見ていただけるあの皆様にはですね。ぜひとも、あのエンドロールをもう、えー、今一度、しっかり見ていただきたいなと思いますあの。この作品に関わってくださっている、そして、特別上映を作るの。 一緒になって作ってくださった皆さんの名前が載っておりますので、ぜひそこまでしっかり見ていただけると嬉しいです。えー、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは最後小賀さんから掛け声の方を、はいはい、お願いしてもいいですか。はい。はい。では皆さんよろしいでしょうか。えーとちょっと待ってねごめんね。はい。えーと今から。 クリスマスはみんなでってコガちゃんが言うのでそしたらみんなで「かぐやさま」って言うっていうやつでもやって何も説明なかったらね驚きでますね皆さんは声出せないと思う声出せないんですけど心の中で言うと「かぐやさま」みたいな感じでやってくださるとありがたいですしお願います何の説明もなかったら初めてやるやつだから驚きますからそれはそうです古川さんありがとうございますさあそれではコがさんお願いしますはいではいきます。クリススマはみんなで さカメラに手を振ってください。<laughs> はい